吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。第83回の国展に来ております。新国立美術館の館ですが、彫刻のこの野外に置いてある作品群を見ております。こうした作品があります。森の鼓動というタイトルがついています。こちらは御影石風の材質を使ってあります。タイトルは和というものがついています。こちらも御影石の対策です。こちらは直方体よりと中が、磨きがかかっておりまして、外はそのままの石の材質です。非常に、中が磨きがかけられております。その感じを見てもらいたいと思います。これはね、こちらはこれ面白いですよ。ここ入り口でね、裏っこうふうに階段が、この建物になっているようですので、この中を見てみたいと思います。こちらは、小さな階段が今ずっと刻まれております。そしてものを見ていきたいと思います。上の方にも階段がこのあります。下から見上げますと階段の角度のみが見えます。向こうは石の太鼓があります。石太鼓を叩いておられる人の姿が見えます。終わります。